中津川駅は岐阜県中津川市大田町にある東海旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は CF19、特急、シナノ、を含めた全列車が停車する。品野と一部の快速列車と普通列車を除き、当駅で運転系統が分離されている。詳細は中央線を参照。駅構内駅車内単式ホーム一面一線と、 島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ地上駅。二つのホームは北側にある湖線橋と南側にある地下通路で連絡している。1.3番線が本線、2番線が副本線となっている。このほか、ホームのない側線が3番線の西側に数本あり、夜間対白の設定がある。駅長。 駅員配置駅である。管理駅として、竹しな駅、野尻駅間の各駅を管理している。港内東側の単式ホームに隣接した駅舎内部には JR 全線切符売り場、自動券売機、自動改札機が設置されている。当駅から名古屋方面へは、当以下が利用可能であるが、基礎福島方面へは利用できない。店舗は、ベルマートのほか立ち食いそばや、 喫茶店などがある。かつては駅弁の販売もあった。駅西側に中津川運輸区がある。かつてはここに中央本線木曽谷区間の要所として中津川機関区があり、1973年の塩尻中津川関電下まで多数の D51 形状機機関車が在籍していた。また、同線へな駅から出ていた。 明治線の起動車の日常整備を担当していたことから、電化区間にありながら旧ハ52型などが留置されている状態も1985年まで見られた。岐阜県統計所、中津川市統計所によると、当駅の1日平均乗車人員は以下の通り推移している。駅東側の中仙道中津川宿エリアを中心に市街地を形成している。2021年4月以降、 すべて北稲交通の路線。竹地京線、川上線、松江線、市民病院線、手が谷線、坂本三坂線、まご線、坂下線。ありがとうございます。